日本の皆さんこんにちは、サバービー日本語チャンネルです。ちょっと先にお知らせ報告なんですけど、謝罪、ちょっと今回の動画ブレてて見づらいです、ごめんなさい。今日はですね、ちょっと変わったものをご紹介したいと思います。このバービーボックスのコスチュームなんですねこれね、もうまあアメリカハロウィン、特にハロウィンのコスチューム大国なんでね、もういろんなもののコスチューム出てるんですけど、でまあバービーの仮装ってこういう箱に入ったのってもう何年も前から実はもうやってる方っていらっしゃったんですね。なんだけど、まあオフィシャルでマテルからちゃんとバービーとして出たのって初めてかな、ちょっとわかんないな私。でこれ最近のではまあ初めてだったんで、これね、お友達がくださったんで。で、今年はまあハロウィンね、コロナで全然なかったんですけど、まあお家の中だけでもちょっと着てみようかなと思って、開けてみることにしたんで、ご覧いただければと思います。日本からもね、もしかしたらなんか、eBay とかでね、どなたかが出してるかもしれないんで、見つけれるかな。それかなんか日本のコスチューム屋さんとかでももしかしたら普通に売ってるかもね。でこれが普通の何これナイロン素材、ポリ系の普通の素材なんですけど、でこれに、プラスチックの枠組みを組み立ててね、それではめていくのね。で大体みんなが今まで手作りでやってたコスチュームっていうのは、そうだな、私が見たことあるのはまあ大体がこう段ボール使ってとか、あとはちょっと凝ってる方はこうアクリル板みたいな、なんだろうなあれ、なんかこう板、アクリル板じゃないか、重たいもんね、なんか板とかにあったりとかね、してらっしゃる方は見たことあります。でこれがこういう何ゴムが入った棒、簡単にだからさ組み立てられると思ったんだけど、実際やってみたらめちゃくちゃ難しかったですね。このね棒を長くするとこまでは良かったの。そうで別に構造も簡単だからね、このジョイントつけて組み立てるだけなんだけど、で私ね家具の組み立てとかそもそも好きなんで、これ自体は分からなくはなかったんだけど、やっぱり作りは適当なんですね、アメリカのはね。でだからこうはめた時にカバーの方と大きさがちゃんと合わないんですよ。だからはめるのにめちゃくちゃ苦労しました。これ一人では無理で、この私これね、このブレブレの映像、まあセバスチャンにね、もう解雇したカメラマンのセバスチャンに撮ってもらってるんですけど、まあ、だからブレてるんですけど結局これカバーはめるとき一人では無理で、セバスチャンと一緒に手伝ってもらいましたね。これだから一人では組み立て多分無理だと思う。すごい大変でした。これ本当だったらこれかぶせるだけなの、すごい簡単なんだけどね、こういう寸法とかがもう本当適当なんだよね多分ね、こういうのアメリカの商品とかって。多分日本ってきっと最後にハマるかとか最終チェックをするじゃない、こういうのって絶対アメリカしてないの。ほら見て、片方はめると片方が外れるのね。もうすっごい大変だったこれ。ここもだから途中からもうだからカメラ止めて2人で一緒にやってたんだけど、2人でやるのもすっごい時間かかったからね。これは本当にちょっと考えてって感じ。これねだいぶ途中端折ってのこの完成形です。ただまあやっぱりオフィシャルのは可愛いね。バービーのちゃんとしたロゴが入ってるしね。私やっぱ作るとか、あとちょっとこうなんだろう、エセのとかをね買う気にはならないですよね。やっぱりオフィシャルのブランド、私はバービーがやっぱりブランドとして好きなんでね、偽物は買いたくないんですよね。これ入ってみたらこんな感じでこれさ、なんかこう中にね紐がついてて、それをこう肩にほらリュックみたいに紐になってるの分かる、これ後ろで背負って結ぶので、重さはそんなにないんだけど、ね息苦しくなる一応穴ついてるのね、呼吸の穴で。これがさ、これまあむしろ閉じてたら、これマスクしなくてもコロナ対策いけるんじゃないなんてね、まあふざけてましたけど、でこれがいやこうやって見ておかしいね。この時はね初めにこうかぶった時は気づかなかったんだけど、顔のところ本当は窓が開くのね。で膝から下は空いてるんで、まあどんな身長の人でも大丈夫。
苦しいとかはないんだけど、やっぱずっとかぶってると酸素がねちょっと薄くなってくる感じだから、ここの顔の前の窓は開けた方がいいかも。この開けなかったらちょっと無理、1時間が限界だなって思った。でこれね、もう限界だったんで脱いで、でこれ最後説明またしてるんだけど、でこれ今もうハロウィン今年なかったから、コスチューム屋さんっていうのがどんどん LA でも潰れててないんですよね。だからもうオンラインで買うしかないかも。ほらここね、こんな感じでマジックテープで顔開くんですよ、うん、これ被った時気づきませんでしたね。いやこれはね、まあ面白いよね。でちなみにこれトータリーヘアのドレス、この画像だと、何写真だとね着てるけど、パッケージだとこれも別売りで売ってるんですよ、ちゃんとオフィシャルのが。うん、でもすごいボディコンそうだからね、着る勇気ないわって感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーな一日を今日も過ごしください。朝バービー日本語チャンネルでした。